デモンストレーションスポーツ合気道、最後を締めくくるのは合気道道主上芝森輝先生による総合演武です。茨城夢国体の中での合気道演武大会、茨城道場の敷地の中で大変合気道にとって由緒のある地で、このように素晴らしい形でできましたこと、やっていただいたことを心から感謝を申し上げます。これも閻魔口浅間市長をはじめとする茨城県の皆様の合気道に対するご理解だと私は思っております。また今日演舞された小さいお子さんから年配の方に至るまで非常に幅の広い形で演舞をしてくださいましたこと、本当に合気道のなせる技かなとこのように思った次第でございます。これからこの演舞会の締めくくりといたしまして演舞をさせていただきます。基本的なことをもとに立ち技、座り技、三味半立ち、浮き取り、多人数掛けとやらせていただきたいと思います。